はい、皆さん、毎度毎度。春日チャンネルさんからのコメントだね。組合で一緒になった美魔女先生がシャンプークロス使わねえって？ぜひね、そのね、どうやってシャンプーするのかね、動画撮ってきてもらいたいね。できればね、シャンプーしてる手元よりね、後ろ姿、前姿、横姿、ね、全身像を撮ってね、シャンプーの手元なんかさ、5秒も映ってりゃいいよ。まあ、その美魔女先生の年齢からするとさ、昔さ、シャンプークロスってさ、ベロがなかったよね。一枚のあれだけだじゃなかった？しかもビニールっぽい生地でさ、今みたいにしなやかでコーティングってのはなかったような気したよね。製造技術の問題で作れなかったんじゃないかな、今みたいなナイロンクロスがね。自分も昔よくね、ベロがついてないやつよく使ってたよね。自分もね、男の頭カットほらゆすぐ時あるじゃない。ああいう時もめんどくせえからシャンプークロスはかけないんだよね。カットクロスのままゆすいじゃうんだよね。まあ、だからその代わりサササなんだけどね。だからその先生ね、美魔女先生ね、襟足洗う時のね、多分左手のね、この白魚のような指がさ、首に巻きつくんじゃない？見てみたいもんだね。まあ、美容業のね、こんな動画っつうの？まあ、撮影してね、面白ければいいんで、技術的にさ、優れてるも優れてないもさ、そんな関係ないんだよね。このね、美魔女先生がね、一番綺麗に見えるね、アングルで撮ってね、余計な部分はみんなカットしちゃっていいからね。できればね、失敗してね、床にね、じゃ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 水が流れたりするともっとね、面白いかもしんないね。ほんで、美魔女先生がキャーとか言ってくれたら最高だね。あとさ、シャンプー中に、あの首元からほら、床にさ、じゃ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 流れなくても、ロングの人をさ、椅子を持ち上げてさ、直立に起こすんじゃない？その時さ、相当しっかり、あの、寝かした状態で拭いてない限り、垂れるよね、ピチャ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 ね。はい、汚い床ね。もう床なんかもこんなの剥がれちゃってるよ、心配しなくたって。うちほれ、シャンプー台の下の床なんか。でももう最近黒いてんのね、これね、汚いね、トレーね。もう水受け、ロングの人がピチャ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 垂れてもね、これで OK。 水こっちにもこぼれて OK な、これで受けちゃうね。はい、レモーネ、もう置く場所ないからここにぶん投げてやるね。レモーネシャンプーね、あと植木鉢も使わないのね、ぶん投げてやる。ちょっともうちょっと片付けた方がいいね。もう体がね、ちょっと片付けようね。これもね、汚いね、掃除する元気もね、こんなものも。もうね、水が垂れるもんだと思って、うちはね、あそこにね、受け皿置いておくの。ロングの人なんか起こしたらね、あそこのもうポタ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 、もう垂れて結構、なお結構、もうどんどん垂らしてね、下の受け皿で受けましょうと。新築の店だとね、床誰だ、汚したな、なんてね、ムカついちゃうかもしんないけどね、もううちの店なんかもう、どうでもいいやって、もうこれ以上、まあどうでもいいけど、これ以上悪くはしたくないけどね。あと昔ね、ちょっと聞いたお話だとね、襟足洗うときシャンプーヘッド持って洗うでしょ？ホース持って洗う先生がいるって聞いたことあるね。あれ多分ね、シャンプーヘッドがでかいから手が入らないからホース持って洗ってんじゃねえかなとちょっと思ったけどね。普通のシャンプーヘッドって大きいけどね、節水シャワーヘッドのなんとか Z ってやつはちょっと小ぶりでね、あれシャワーヘッド持って襟足洗いやすいんだよね。まあお嬢さんカットのはね、揃えるくらい、まあ学校の先生でね、こまめにカットくるからね、これ切りすぎ注意なのよ。若い人って意外と切りだめするじゃない、数ヶ月おきにバッサリなんてさ。でもこちらの子はね、こまめにこまめに来るからね、ほんと切りすぎ注意なんでね。いや、髪の毛多いけどほとんど切りくずが出ない、ほぼ毎月切ってるからね。まあこういう子もいるわな。まあ美容師ね、切ればいいってもんじゃないからね、切らない努力ってのも必要ね。これも何回も喋ってるけどね。はい、お疲れ様でした。